イシュタルブレスっていうエスクラフトがあって、これが特殊ですね。 CP を周りに自分のゼロにして分配する。そうそうそう、分配量がちょっとまだ分かんないけど。なるほど。ただ意外と今までにはそれなかったですよね。だからあのゾックで2回コードできるんで、このブレス